お刺身、イカとサーモンとマリン。うん、また引っ越すかな。ここで火つけて、うん、今日はどのパンにしようかなって。なんか大きすぎてあれなのか、安定が悪いのか。寝てる時ではないんだね。うん、寝てる時ってことは部屋の中だしね、それはないと思うけど。別に卵とハムだけでしょ。だったら。なんかかっちゃう。いただきます。いただきます。揚げちゃったからこっちから。はい、何味？メイプ、ジャリジャリメイプ。ジャリジャリ食感が美味しい。あ、ほんとだ。跳ねるな、跳ねるな。もうちょっと弱められる。昨日さ、夜中に一緒にトイレ行った時さ、うん、岩おこしさんも出てるじゃん、うん。で、帰りにさ、取ったら、もう薄曇りで、私、なんでこう、取れないんだろうと思って、何度か一気に来ちゃって、全然お星さんもいなかった。なんかね、ショック。ロープを投げて遊ぶやつ。意外と楽しいかも。あと1本。コーヒー飲んじゃってね。ああ、飲む。昼までに飲む。おはようございます。ところがあれば、理想を救えるところ。うん。一本丸々は無理。ポロポロ落ちるんだ。あ、もったいない。もういい風。日陰でこの風は気持ちいいな。焼きました、焦げました、救いました。昨日買ったわさびと前に買ってあったおろしカニでわさび丼のお昼予定です。昨日のご飯を温めてみます。でもこっち側はいけるな。
金カスがあったので天ぷらをちょっと真似こしてみます。スーパーで見つけたわさび海苔をちょっと包んでしてみようかと思います。手の中からベタベタして、わさび丼完成です。足りなければまたすります。いただきます。醤油はかかってないです。これを、あそこで見ないと届かなかった。おお、氷いる？ああ、ちょ、節はちょっと、うん、違う、お茶漬けにすんの。あ、そうなんだ。うん、なんか残りの、うん、辛いよ。にしとこ。気づいてよかった。粒はちょっと潰れちゃってるけど甘い。うん、テーブルセットにこれをつけました。炭火はこちらでやります。ユニセラの代わりです。あ、本当だ本当だ、うん、かき氷、かき氷、抹茶練乳、いいですね。夕日は入れないかな、雲が多いです
水の地魚とホタテの塩とお肉とお野菜。この椎茸は、伊豆の原木の道の駅で買った肉厚の美味しいやつです。今日は炭焼きです。最近炭焼き復活してます。意外とバラ肉になっちゃったな。ホタテも端っこで焼いてあげる。2日目乾杯。乾杯。お茶、緑茶。椎茸、原木椎茸って読むの。あ、おいしい。ほぼ同じ。パンの種類が変わっただけです。12月楽しみにしてます。マチャイチャンネルのマチャイです。プラさんです。キャンプファンタジアさんでのキャンプ終わって帰るところです。今回2泊のキャンプ、すごい風もなくて穏やかな夏の終わりの気持ちいいキャンプだったよね。でしたね。はい。まあコテージ泊なので、エアコンもあったっていうのもあるんですけれども、お外で過ごしていてもすごい暑すぎるわけではなくて、風が吹けば気持ちいいし、特に借りてたタンポのサイトは結構木の木陰になるので心地よい風が吹くとひんやりとする時がありました。あとお星様もでき見ることができたので、12月の流星群の時にまた来たいなと思っています。これから三島経由で帰るつもりでいます。9月のキャンプはまた後半予定してますけれども、夏のキャンプはこれで終わりかなというところです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。どうも、峠がすげー海だ。お船だ。本当に水が綺麗だな。